マサルの勉強部屋ゼロトラストネットワーク入門編。はい、それでは今回はシャープ5、事例で学ぶゼロトラスト、一緒に勉強していきましょう。お世話になっておりますマサルです。この動画シリーズではゼロトラストネットワークについて学習していきます。なお参考書としてはゼロトラスト大全利用しております。概要欄にゼロトラスト大全のリンクを貼っておりますので、とても勉強になる参考書だと思いますので、ぜひ読んでみてください。それでは早速前回の復習から始めていきましょう。前回の復習です。前回はこのような勉強をしました。マイクロソフト製品を使ってゼロトラストを構築しようという話題でいろいろ勉強していったんですね。その中でマイクロソフト製品を使って認証するんであれば Azure Active Directory でプレミアムをつけるとさらにいいですよというお話をしました。ユーザー ID とパスワードだけではなくて二段階認証やユーザーの場所などの情報を含めて厳しく認証することができます。そして次に端末制御ですね。マイクロソフトインチューンを使うと接続してくる端末の情報を管理することができて、安全な端末のみを接続できるようにすることができます。そして最後に勉強したのがアプリケーションへの接続でしたね。 Azure Active Directory アプリケーションプロキシーとコネクタを使ってあげることによって安全にアプリケーションへ接続することができます。どのようにして安全になるかっていうと、まず接続自体はコネクタから確立するといったところでしたね。接続はコネクタから確立するので、ファイアウォールの穴開けが不要になります。そして VPN と違って、社内 LAN へのアクセス許可ではなくって、対象の社内アプリに対してのアクセス許可なんですと。これによって VPN とは違って、セキュリティ強度を高くすることができますという話でした。詳しくマイクロソフト製品を使ったゼロトラスト構築を勉強したいという方は、ぜひ前回の動画を参考にしてみてください。それでは前回の復習が終わりましたので、今回の学習に移っていきましょう。今回の学習はこちらです。はい、今回は実際の事例をもとにゼロトラストネットワークについて学んでいきましょう。本書ではこの5章のところの事例のところでたくさんの事例が載っているんですね。その中で私が一番興味を引いたのはとある大学のゼロトラスト構築事例です。この話がとっても面白かったので、今回の動画はこの内容をシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。とある大学のゼロトラスト構築事例です。ある大学がゼロトラスト思想を取り入れて在宅勤務環境を整えたっていう話があるんですよね。しかもこれ驚くことはこちらです。はい、たった2週間でゼロトラスト思想を取り入れて在宅勤務環境を整えたっていう話なんですよ。これめちゃくちゃすごいですよね。どうやってたった2週間で構築できたのでしょうか。大学なので職員数も300名以上いたそうです。その人数で2週間ってどうやってやったのって私すごい興味を持ったんですよね。なので今回はその話をしていきます。まずはこの大学がコロナ前はどういった状況だったのかっていうところを整理していきます。コロナ前はこのような状況でした。まず在宅勤務をしている人はほぼいません。業務用 PC はデスクトップ PC を使っていて、もちろん在宅用のノート PC などの貸し出しは行っていませんでした。しかしコロナがどんどんですね広まっていってしまって、在宅勤務をしなければいけない、早急に在宅勤務ができる状況を構築する必要があるといった条件に迫られました。でも VPN による接続はさせたくないといったポリシーを持っていたんですね。ここにすごく個人的には情熱を感じますよね。早急に在宅勤務が必要だっていうんであれば、もう世間一般で使われているのはとりあえず VPN 使って接続させちゃおうと、そっちの方が楽だろって思うんですけど、この学校はそういった、楽な方には走らずに、でも VPN による接続させたくないっていったセキュリティポリシーを遵守してゼロトラスト思想を取り入れて在宅勤務環境を作っていくんです。これがものすごくいいなと思いました。ちなみに VPN にしたくない理由っていうのは、アカウントに応じたアクセス管理が難しいというのが一番のポイントだそうです。大学なので様々な人がいるんですよね。学生であったり教員であったり職員であったり、様々な人が VPN でアクセスしてくる場合はその権限に応じたアクセス権を上げなければいけないんですけど、そのアクセス管理がとても難しいというところで、VPN にしたくないといったことだったんですよね。
まあ、その他はやっぱセキュリティの観点から考えても、今までお話ししてきましたけど、 VPN よりかはゼロトラストの思想を用いて在宅勤務環境を作った方がセキュリティ強度高くなりますので、ゼロトラストの方がいいですよね。ちなみに皆さんがこのとある学校の上質部門とか、こういった在宅勤務環境を整えなければいけないといった部門にいるとして、この環境から2週間で構築ってどうですかね。私がこの環境だったら、2週間で構築ってかなり厳しそうだなと思うんですよね。それをですね、どうやってこのとある大学の方々は作っていくのかっていうところですね、これからお話ししていきます。結論として、すごく厳しい状態なんですけども、このとある学校はある一つのサービスを事前に導入していたため、2週間で在宅環境を構築することができたんですね。そのサービスとは何か、それはこちらです。赤米エンタープライズアプリケーションアクセスです。以下ちょっと名前長いんで赤米 EAA と言いますけど、このサービスをコロナ前に事前に導入していたので、2週間で在宅環境を構築することができたんですね。ではどうやってこのサービスを使って構築していったのかっていうところですね、見ていきましょう。ポイントはですね、このリモートデスクトップなんですけども、赤米 EAA と Windows リモートデスクトップを使って2週間という超短期間で在宅勤務環境を構築しました。ちなみにこの赤米 EAA、 もう少し細かくお話しすると、赤米が提供する ID 認証型プロキシです。いわゆる今まで説明してきた IAP です。そしてリモートデスクトップは私が説明するまでもないと思いますが、離れた場所にあるコンピューターの遠隔操作ができる、Windows 10に標準搭載されている機能ですね、これがリモートデスクトップです。この2つのサービスを使うことによって、どういったところが良かったのかっていうところなんですよね。それももう結論からお話しします。結論、ツールのインストールが不要だった。本書の中ではこれが一番強調して書かれていましたね。通常であれば在宅用の PC、 業務用の PC、 それぞれの PC に何かしらのツールを入れて在宅勤務環境を作っていくっていうのが、今までのやり方だったり、今やってる方も多いと思うんですけど、これから紹介する構成ではそのツールのインストールが不要なんですね。その結果、超短期間で構築することができました。ではツールのインストール不要とはどういうことか見ていきましょう。ツールのインストール不要です。先ほどもお伝えしましたが、在宅 PC や業務 PC に関してはツールをインストールして、それぞれ在宅勤務ができるような環境を作ってあげるっていうのが今までのやり方です。ただ単純に考えて、全ての端末にツールをインストールするということは、それだけ工数がかかってしまいます。このツールのインストールがなければ、その膨大な工数を削減することができるんですね。結論として、このツールのインストールが不要なんで、じゃあ在宅 PC とか業務 PC ってどういったものが必要なのかっていうと、在宅 PC であればウェブブラウザが使えれば OK、 そして業務 PC であればリモートデスクトップ機能を有効化してあげれば OK。 このウェブブラウザに関しては、もうこのウェブブラウザがない PC なんてないと思うので、ここは特に問題ないと思うんですけど、問題はこの業務 PC の方で、このリモートデスクトップ機能の有効化というのはそれぞれの端末に対して行わなければいけないんですね。リモートデスクトップ機能の有効化に関しても工数がかかってしまうので、ここでももちろんこのような工夫をして行っています。それはアクティブディレクトリーですね。業務 PC のリモートデスクトップ機能の有効化は、アクティブディレクトリーのグループポリシーを使って一括でリモートデスクトップ機能を有効化することができました。なのでユーザーが業務 PC に対して何かしら設定を行わなければいけないといったこともなかったんですね。業務用 PC で特に行う設定もなかったし、もちろん在宅で使う PC にも特にやることはなかったんですね。この2つ、このツールをインストールする必要がなかったというのはとてもですね、いいところだったとお話ししています。超短期間で構築できた理由は、ツールのインストールが不要だったからです。在宅 PC であればウェブブラウザが使えれば OK、 ツール不要なのでユーザーの作業工数を大幅に削減することができました。そして在宅 PC もウェブブラウザが使えれば OK なので、もう在宅 PC は貸し出すんじゃなくて従業員の個人 PC でも使用可能ということにしました。在宅 PC を準備する費用であったり工数もここで削減することができています。なのでこのツール不要というのが工数削減に大きく貢献したということなんですね。ではツールなしに赤米 EAA とリモートデスクトップを使って、どうやって在宅ワークをしていくのかというところを見ていきましょう。赤米 EAA でリモートデスクトップをする仕組みについてお話ししていきます。
まずは業務 PC とコネクタ間では RDP を使って接続を行います。なのでこの業務 PC とコネクタ間ですね、ここは RDP を使って通信をしている状態です。まあ、ここさえできておけばあとはもう在宅 PC からですね入っていくだけなんですけども、在宅 PC の方に移っていきます。在宅 PC からは Web ブラウザを使ってこの赤米 EAA のポータルサイトにアクセスします。そこで ID とパスワードを入れてログインを実行します。赤米 EAA でユーザー ID とパスワードが問題なく認証されると、次にコネクターの方でこの業務 PC から受け取っているデスクトップの画面をウェブページとして作成します。そうすることによって在宅 PC から閲覧操作可能な状態になります。ちなみにこの在宅 PC からコネクタまでの期間は全て HTTPS で通信することになります。そのまま在宅 PC はウェブブラウザを使って通信できるということなんですね。このような仕組みを使ってツール不要で在宅ワーク環境を作ることが超短期間でできたということです。あと忘れてはいけないのはこの在宅 PC ですね。今回は在宅用の PC を貸し出すのではなくて、関係者がそれぞれ持っている個人のプライベートな PC を使ってアクセスしてもらうことになりましたので、この在宅 PC のセキュリティ対策が必要になってきます。この大学ではどのような在宅 PC のセキュリティ対策をしたのかっていう話に移っていきます。在宅 PC へのセキュリティ対策についてです。まずは多要素認証を導入しました。サービスとしてはシスコデュオを使っています。なので ID とパスワードを使って、ログインを試みると、シスコデュオの方からですね、承認確認として利用者が持っているスマホのアプリに通知が送られてきます。そこで承認としてあげると業務アプリが利用可能になります。もしここガラケーしか持っていないっていう職員がいた場合は SMS で対応することもできるそうです。そしてもう一つがこちらです。はい、SWG の導入ですね。セキュアウェブゲートウェイとしてシスコアンブレラを導入しました。これを入れてあげると在宅 PC はこのシスコアンブレラを使ってインターネットにアクセスしてくるので、例えば危険サイトにアクセスしようとするときにはこのシスコアンブレラが対象の通信をブロックしてくれます。このように危険サイトへはアクセスできなくなります。このように多要素認証を導入したり SWG を導入したりして在宅 PC のセキュリティ強度を高めています。では今日の話まとめていきましょう。最後にまとめです。とある大学がたった2週間でゼロトラストの在宅ワーク環境を構築できたのは、赤米 EAA、 いわゆる IAP と Windows リモートデスクトップを最大限活用して無駄な工数を削減できたからです。このように迅速に在宅ワーク環境を作れるのもクラウドサービスのメリットとも言えますね。はい、それでは今回のまとめが終わったところで次回の予告です。次回はこのような話をしていきたいと思います。次回ですね、サイバー攻撃の脅威についてお話ししてみたいと思います。実は今回の事例をもってゼロトラストのお話は一段落しています。次回はゼロトラストからちょっと離れてですね、サイバー攻撃の脅威についてお話ししてみたいと思います。実際にある病院に対して行われたサイバー攻撃によってどのような問題点が浮かび上がったのかっていう話です。これもですね、とっても面白いエピソードだったので、そのあたり詳しくお話ししてみたいと思います。次回は3月20日公開予定です。チャンネル登録をしていただくと動画見つけやすくなると思いますので、まだチャンネル登録しない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回お楽しみにしていてください。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。マサルの勉強部屋では自分自身の勉強内容をシェアして成長したいエンジニアの皆様に価値ある情報を発信できるように頑張って動画を作成しています。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。